クリストフ・ドミニシは、フランス・トゥーロン出身の元ラグビー選手。ウィングあるいはフルバックとして、フランス代表とスタッド・フランセ・パリでプレーしていた。サッカー選手として、キャリアをスタートしたが、後に、ラグビーに転向。まず、スタンドオフとして、プレーをし、ついで、センターとなり、最終的に、ウィングのポジションに落ち着いた。2007年5月、自伝、心は、 ブルーを発表した。2020年11月24日、ドミニシはパリ近郊の公園で死亡しているのが発見された。クリストフ・ドミニシはスポーツ選手としてのキャリアをサッカーから始めた。父親がコルマールやイエールのチームでゴールキーパーをしていた関係からで、ドミニシは自宅のあったバール県のソポンで非常に若い時に、 サッカー連盟への登録をしている。この頃、18歳以下の全国大会でアルガンバル、ベラハイで、リリアンチュラムが所属する AS モナコと戦って、敗れている。ラ・ボーケールとの試合の際に乱闘が起こり、気づくと、もう一人のチームメイトとたった二人で、敵チームの選手11人を相手に乱闘をしていた。他のチームメイトたちは逃げ出していたのである。 このことが原因でサッカーをやめ、より、チームプレーが重要とされる、スポーツ、ラグビーへと転向した。17歳の時、ソポンのラグビーチームに入る。地方大会でまず、スタンドオフとしてプレーし、チームはサンブリーグに昇格。ドミニッシュは一軍とジュニアの部の両方で試合に出ていた。2年後、2部に昇格したらバレットに移籍。 ここではセンターにポジションを移してプレーしていたが、チームは一試合差で一部昇格を逃す。ラバレットで2年間過ごした後、ドミニシは遺跡シーズンの最終日に、トゥーロンの会長、ビクトール・アゴスティーニを介して、RC ・トゥーロンからコンタクトを受けた。このようにして、クリストフ・ドミニシは、コートダジュールのメジャーチームである RC ・トゥーロンで、プレーすることになり、 ウィングのポジションに移った。何度かスタメンに選ばれることもあったが、ほとんどは、控えだった。トゥーロンでの初試合の相手はペルピニャン、初スタメンの相手はボルドーだった。その当時のボルドーの監督は前、フランス代表監督であるベルナール・ラポルトだった。ドミニシは、トゥーロンに4年間在籍していたが、ちょうどこの時、フランスラグビーは、 プロ化への転換期に差し掛かっていた。RC トゥーロンはこれにうまく対応できず、その結果が、後のチームの凋楽につながるわけであるが、ドミニシは監督ジャンクロード・バラトールに会いに行き、自身の給料を呼び、選手全員の給料を上げる、よう要求するが、受け入れられなかった。そこで同僚のフランク・コンバと共に、マックスが G2 にコンタクトを取った。 ガズジーニは一部に昇格したばかりのチーム、スタッドフランセ・パリの会長であり、クラブをフランスで有数の競合チームに育てようとしていた。1998年2月7日、ファイブネーションズのイングランド戦で初キャップ。この試合でドミニシは1トライを挙げ、1トライ防がれたもののフランスは24の17で勝利した。ドミニシは、 ラグビーワールドカップ1999の準決勝でニュージーランドを相手に決めたトライでナを成した。ラグビーワールドカップ2007後2008年1月6日に代表引退を表明。これからは自分のクラブであるスタッドフランセ・パリに100%貢献したい2011年のワールドカップに向けて若手選手を中心にチーム作りを進めていってほしいと。 語った。3大会で15試合に出場。ワールドカップでのトライ数は8であり、フランス代表では、最多記録である。AB 元フランス代表のドミニシが48歳で、死去99年 W 杯の NZ 撃破で脚光、浴びた、レジェンドラグビーリパブリック、2020年11月25日。ありがとうございます。